から群れをどんどん追い出す。走りサラサラだね。スマイルスマイルメリーズパンツ。フェレロロシェを作るときに一番大切にしていること、それは完璧の追求、厳選された素材、真似のできない味、ゴールドの輝き。フェレロロシェ、愛しい人のように大切なもの。サロンドプロ、生え際まで綺麗でしょ。国産純椿オイルを5倍配合で艶やかな髪に。しっかり染まってる。匂いのないサロンドプロ、ザ・クリームヘアカラー、リタッチも。風が揺らすモーニングライト、生まれた街のワードフォーカース Looks like just 完全ワイヤレスで驚きのサウンド、ボーズサウンドスポートフリー。 F1 光をまとう理想のフィルター効果がついに。毛穴ゼロ、肌に溶け込む絶品カバー DHC ミネラルウォータリーファンデーションピュアカラー F1。 寒いから頑張りすぎないでねって言っても、あなたは頑張っちゃうんだろうな。ありがとう、お疲れ様。おいしくなったファイヤー。まだ迷ってる？ちょこっと漏れにロリエのサラピュア、こんなに薄いのにファンティーライナーの6倍も吸水、ふんわり肌に優しい。私たちの吸水ケア、サラピュア、ロリエから。どうも、ハーフヨーラブトゥミー。 There's so much that we need to share. So send a smile. 大切な人に思いを伝える季節がやってきた。 Give a little bit of my love to you. ビューティーラボ、よーし、よし、いい色ですね。2つの美容液がついた滑らか乳液のヘアカラーだから、なめらキュン。ビューティーラボミルキーヘアカラー誕生。ありがとうございます。捕まえろ。選ばれし漫才マスターたちによる本気のステージ。サイゲームスザ漫才2017。全然ダメだったよ。終わった。中村屋密着300日。12月は手も忙し、子供触る手がさつきたる。スーパーでもガサつきたる、苛立たし。除夜の鐘は楽し、おうちチューブでオロナイン塗りたる。スキーを脱ぐとね、歩き方がヒャッホホイってなるから気をつけて。はい、ヒャッホホイ、ほんとだ。 JR スキースキー。起きろ、起きてください。え、起きてますけど。そうじゃなくて、あなたにはまだ使ったことのない力がある。力？はい、イミューズプラズマ乳酸菌配合、冬の新戦略。新登場、キリンイミューズ。俺たちスマホに乗り換えようと思って。 UQ のは14パーで。UQ？ スマホ乗り換えは14パー。 UQ モバイルだぞ。 UQ モバイル14パーコー。東京新宿歌舞伎町、この街で時代の変化に苦しむ一人の男がいる。ザ・ノンフィクション、今回の主人公は伯爵40歳。この道17年の歌舞伎町のホストだ。ホスト業界は30歳が定年と言われているが、伯爵は未だ現役。ナンバーワンを誇った過去の栄光が忘れられない。昔は本当にナンバーワン取ってる時だから、まあ400万だったり500万だったりとかザラに稼いでたんですけど。しかし今は違う。16万ですね。やばいっすね。そんな指名のないホストを待ち受けるのはヘルプ。
酒を作り、客を盛り上げ、ただただ飲み続ける。他に伯爵ができることといえば、後輩の教育。しかし後輩たちは伯爵をバカにしていた。ぶっちゃけ売れてた時代知らなくないですか俺ら。確かに俺らが入った時は違ったもん。なんか分かんないから、それでなんか言われてもみたいな。そして月末、焦りからか過剰な営業が常連客を怒らせる。そんな伯爵の態度を心よく思わないのが年下の社長ナイト。僕もこんなこと言いたくないんですけど、ただ売上の部分でもやっぱ他の下の子だったりが、僕の方が売上勝ってますよって話出てきたりとか、もちろん僕は伯爵先輩なんで、もちろん立てようとはしますよ。ただそれって限度があるんですよ。長年伯爵を見続けてきた常連客も心配していた。持ってなきゃいけないプライドは持ってなきゃいけないけど、捨てなきゃいけないプライドも中にはあるでしょ、きっとね。それで分かるんだよ。それがいいっすね。いや、長老だけないっすね。ダッサいっすね。果たして伯爵は過去の栄光を取り戻せるのか。追い込まれた男の姿を追った。歌舞伎町にはおよそ230軒余りのホストクラブがある。そんな激戦区にあるのが伯爵が働くクラブロミオ。店内は連日満員。一晩の売り上げはおよそ150万円にも上る。理由は雑誌のモデルや歌を出すなどして20代のホストをアイドルとして売り出しているからだ。そんな若いホストに混じりながら、今夜も伯爵は店にいた。乾杯していたら、せーの、行きましょう、行きましょう、ガンバル。店ではもちろん最年長。なぜ40歳になってもホストにしがみついてるのだろうか。普段お話できない人たちと喋るってめちゃくちゃこの仕事以外ないじゃないですか。女の子にしても、じゃあ年上年下来た時に、なんだろ う、 ね、道端で話はかけられないような人と喋れるっていうのは最高かなと。伯爵は4人家族の次男として埼玉で生まれた。幼い頃から音楽が好きで、高校生になるとバンドを結成。ホストクラブはバンド活動の資金を稼ぐためだった。しかしいつの間にかホストが本業になっていた。気がつけば40歳。今さら昼間の仕事はできない。しかし体力は日に日に落ちていた。
それでも伯爵が向かうのは歌舞伎町。失礼します。この日も指名してくれる客はいないため、ロミオの社長ナイトのヘルプとして場を盛り上げる。今喋るでしょ。客は20代のエステティシャン。伯爵にもっと飲むよう煽っていた。まずこれロックだよこれ。え、じゃあね、こうグラスとかに入れるんじゃなくてこのまま飲むんだよ。何がだ。おお、はい、あれひよってんのつまんないんだけど。何、おお、社長つまんないんですけど。いいんですか飲んじゃって。まあでも、もう結構年がいいんですか。年がいってるから痛がって痛がって痛がって。えー、もうなんか介護しようか。じゃあよいわー、早く車椅子、車椅子持って帰る。飲んだら介護するから。やります。ブランデーをラッパ飲みする。あ、でもこれ伯爵が飲んだら俺全部あ入れるって言ってました。バカじゃない。伯爵がこれマジで全部飲んだら、伯爵が全部入れたら全部飲んだらいい。でもいけるね、これだと。飲み切った。ロミオの社長ナイトは28歳。伯爵とは10年来の付き合い。ナイトは内心伯爵の働きぶりに苛立っていたが、強くは言えない。あれ、お客さんは、あれ、お客さんいないんですか。そうなんだよ。今日もういないんですね。おー、やめろ。いやいや、マジです。今日もはない。だって最近はあれじゃないですか、お客さんを月で換算すると呼ぶ日の方がレアですからね。お客さんを呼んでない日か呼んでる日か、どっちの方が多いかっていうと半々。いや、半々じゃないです。半々かな。先月の締め本数いくらか覚えてます。2桁いってないですか。そうなんだよ。伯爵が忘れることのできない過去の栄光、それは23歳から5年連続のナンバーワンという勲章。雑誌にも紹介されるほどの売れっ子ホストだった。賞取ったりとか、全国のホストなんちゃらとか、あとはまあサイトのアクセスランキングずっとナンバーワンだったりとかしたんで、まあおのずとお客さんが来てくれてましたね。営業なんてしなくても客が来てくれる時代だった。だからなのか伯爵は営業が苦手らしい。まあ、かつてのナンバーワンだった時は、まあ、まずまあヘルプはしなかったんで、まあ、ヘルプのやり方わかんないって言ったら、まあそれまでかもしれないですけど、まあ、プロのホストとしてはヘルプもできなきゃいけない。ダメじゃないですか。この日も伯爵はナイトのヘルプ。20代の常連客は伯爵に容赦なかった。お客様は神様。我慢するしかない。伯爵が暮らすのは新宿にある築40年のマンション。一人暮らし、ワンルームで家賃10万円。よいしょ。これも味似てます。あとわかめ、乾燥わかめを。各
稼ぎが悪いため、もやしとわかめ入りのインスタントラーメンで空腹を満たす。いただきます。うん、うまい。ヘルプの日々が続いていた。失礼します。いただきます。この客は20代の OL。 伯爵になぜホストを続けるのか問いかける。本当に2、3年前だったら全然余裕だったかな。え、じゃああと3年も4年も全然続けるビジョンではいる。まあだからリアルな問題心、収入次第ね。収入が別に生活きつくないんだけど。客の言葉が身に染みる。あくる日、店はシャンパンコールで沸いていた。本来ならホスト全員で行う大イベント。しかしそこに伯爵の姿はない。いやちょっとタイミング的にちょっと休憩しました。潰れるぐらいな勢いなんでちょっと休憩を。伯爵、すでに酔っているようだ。眠らない町、歌舞伎町。この日、伯爵と一緒にヘルプに着いたのは新人ヒロ。酒に慣れてない新人に酒を勧めたことが後に後輩たちの反感を買うことになる。キュキュッとクリア泡スプレー、もうお試しですか？スポンジが届かなかった汚れをこすらず一気にパッ。ここもこんなところまでスポンジフリーはキュキュッとクリア泡スプレー。体が音楽を求めてる。 Google アシスタントにこう言ってみよう。のステーション取れたて総合ヒットを再生します。さああなたのアンドロイドで。黒カビ掃除はやりません。もうやめましょう。これからは2ヶ月に1度の防カビだけ。使い続ければきれいが続く。ルクお風呂の防カビ燻煙剤3個入りでお得。前を向く人はきっと春へ向かっている。シチズンだけの特別な色、クロスシー桜ピンク。鏡餅は砂糖。鏡もちもち砂糖のもちもち、食べたら潰して楽ポイポイ。鏡もちもち砂糖のもちもち、食べたらちぎって楽ポイポイ。砂糖の鏡餅は楽ポイ容器。 Let's do it. We're gonna titty bar gunfight die. 世界を滅ぼす力を。どこにでも誰にでも、はあ、わおみんなの特潤ポンプタイプ出た。もちもち肌にいいこと肌ラボ。カットとトリートメントで木曜、あじゃあ金曜。安倍さんも美容室予約するんだ。しかも電話なんですね。そろそろ自分もネット予約説。ホットペッパービューティーリクルート。この日、伯爵と一緒にヘルプに着いたのは新人ヒロ。酒に強くないとホストではないと考える伯爵は執拗にヒロに酒を飲ませる。ストップって言ってストップ。いやいやいや、きついですよ、きついですよ、ダメですよ。ごちそうさん聞こえなかったもんね。いやいやいや、もうストップって言ってストップ。ストップ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 。
ダメっすよ。もう安尺。もう一杯。いや聞こえない聞こえない聞こえないよ。もう一杯。だけ新人なんでちょっとあんまり。まあでも俺も同じく行くからさ。伯爵に飲まされ裏に逃げ込むヒロ。これがホストの世界なのか。俺の中の洗礼みたいなのってさ、まだ入ったばっかの子はさ、ライオンを崖から落とすぐらいできるね。え、やばかったかな、厳しかった。しかしこのことが社長ナイトの逆鱗に触れた。ちょっといいですか、お話。あ、どうした。いや、担当無理やり飲ませたりとか、もう楽しさ優先になっちゃって、そういうことをやってることとか、僕も本当に何度も見てきましたし、僕伯爵に従業員にこういうお酒飲ませないでくださいって今に言ったことじゃないじゃないですか、もう前にももう耳にタコができるぐらい酸っぱく言ってきたことで、もちろん場面もありますよ、いや、分かってんだけどさ、間違ってんだな、それしかも分かんないよ、もう間違ってるのかな。それは僕だけが思ってるわけじゃなくて、もう周りのみんながそうやって思ってて、もうそういう実際に話が来てるんですよ。僕もこんなことは言いたくないんですけど、ただ売上の部分でもやっぱ他の下の子だったりが、僕の方が売上勝ってますよって話出てきたりとか、もちろん僕は伯爵先輩なんで、もちろん立てようとはしますよ、ただそれって限度があるんですよ。かつて自分が新人の時にされたことを今なぜしてはいけないのか納得できなかった。店の休日、自宅を訪ねてみた。この日も即席ラーメン、もやしとほうれん草入り。山形で暮らす両親は伯爵のことを心配していた。これ実家っすね。そんな両親から届いたのは米。米10キロ。そうっすね、1ヶ月に1回ぐらい送ってくれるんで、めちゃくちゃ助かりますね。嬉しいっすね。相変わらず指名のない伯爵はこの日もヘルプについていた。酒を作り、ただ飲むことが今の自分の役割。だが最近酒が体に応えるようになったという。ああ、気持ちいい。要するに飲んでないよ。あ、でも飲むか。胃薬を飲んでまた席に戻る。俺ここ行ったらここでか。いつになればあの頃に戻れるのだろうか。給料日、社長のナイトから売上順に現金が渡される。ナンバーワン取締役、香織。はい。
3番プロデューサー日村健心。一番最後に受け取ったのは伯爵。じゃあ今日はこれで締めます。今日も一日お疲れでした。お疲れでした。じゃあみんな確認して。早速数えてみる。16万。16万ですね。やばいっすね。家賃と携帯光熱費払って結構やばいっすね。まあまた前みたいにちょっと帰り咲きたいっていうのもありますし、まあ、この給料だったら本当に正直コンビニの深夜バイトとかびっしり入ってた方が多分もう給料もらえますよね。なんですけど、まあまた帰り咲きたいっていうのもありますし、まあこの仕事好きだっていうのもまああって、また、まあ、ずっとまあスポットライト浴びてたいっていうのもありますし。伯爵には苦手な後輩がいる。高弘、25歳。自分のことをバカにする発言が気に入らないという。そんな伯爵、高弘に命令する。ちょっと、もう一個持ってきてくださいなんで忘れんの。ちょっとヘルプついてくださいって言われたから。なんで忘れんの。名刺持ってこないでしょ。ヘルプいつも結構入ってるでしょ。ヘルプって言われたら名刺持ってこない。って言ってうっかりあったらいいよね。面白いね。うん、あったあった。その伯爵って書いてある。あ、名前が伯爵なんだ。違う、違うよ、役職だよ。しかもあったの。あったの。あったの。初めて見た。なんで持ってきたの。なんで持ってきたの。決め台詞言わない。最近飲まされるんだよね。最近すごいですね。飲みキャラじゃないよね。お前のせいじゃないか。お前のせいじゃないか。コールよくするの。シャンパンコールとか。なるほどね。じゃあ俺に振るんだよね。やっぱね、伯爵には何でも欲しいんだよね。何でも欲しい。すぐ潰れてくれるから。悪いわ。それ悪いわ。ちょっと今ね、GAP でそう。高弘が客の前で伯爵に噛みついた。後輩は先輩の背中を見て育つけど、俺の売り上げが上がんねえ理由はここだな。でもね。客の前で傷つけられたプライド。閉店後、店で酔いつぶれる伯爵。店ではすっかり見慣れた光景になっていた。そんな伯爵の態度に後輩たちの不満は高まっていた。そしてぶっちゃけ売れてた時代知らなくないですか。俺ら確かに俺らが入った時は違ったもんね。なんか分かんないから、それでなんか言われてもみたいな。